どうも、私平介です。今日はゲストをお呼びして時間管理術についてお伝えします。今日のゲストはすごいですよ。臨床心理士です。心理学博士を持っている中島みすず先生に来ていただきました。みすず先生、よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いします。はい、私は今九州大学人間環境学部で学術研究員をしています。あとは佐賀県にある肥前精神医療センターという、精神科の病院でも臨床研究員としていろいろ研究に携わっているんですけど、専門は時間管理、今日のテーマです。やりたいことあるけど時間がなくてできないとかね、結構悩んでいる方多いんじゃないでしょうか。このチャンネルも初の研究の方をですねお呼びして、こういうやり方だったらいいよっていう、ただ僕の経験とかそういうことではなくてですね、ちゃんとアカデミックな内容に基づいた確かな知識をですねお渡ししていきたいなというふうに思っております。先生のところにも時間がないとかね、時間管理ちゃんとしたいよっていう形で悩んでいらっしゃる方とか結構来ますか？はい、もうオンラインカウンセリングで開業してるんですけど、時間が取れない、育児もあるし家事もあるし、もちろん仕事もあるしで、なかなか自分の時間も取れない、進まない先延ばし、やる気が出ない、疲れてる、いろんな悩みが寄せられてます。はい、ではそういった悩みがあった時にみすずさんはどういうプロセスでアドバイスをしていくとか、もしくはまず最初にやるのはこれですとかっていうのがあったりしますか？そうですね、2大悩みがあって、1つ目は仕事から自宅に帰ってお腹すいたってご飯を食べるともう眠くなって、近くの勉強とかですね、いろいろやることあるけど眠くなってもうきついですっていうお悩みです。それをなんか根性で何とかしようとされてる方が多くってやらなきゃいけないと分かってはいつつもなかなか行動がいかないみたいな、そんな感じですか？はい、いろんなタスク管理の本を読んでも行動だって書いてあって、いやもう体力もないです、気力もないですって方には脳の仕組みをお伝えしています。脳の仕組みはやる気を司る報酬系って呼ばれる脳のところがあって、そこにドーパミンとかね、他の神経伝達物質が流れて、はい、初めて行動、ね、ドーパミンはこうやるぞみたいなあれですね。はい、そうです、物質ですよね。はい、はい、さすがです。なのでそこまでは皆さん結構勉強して知ってらっしゃるんですけれども、それが一歩目から結構大きく踏み出そうとするなるほどなるほど、はいはい、例えばですけど、今日はこの教材をやるぞって決めてる、本を読んでみようとか、読んでみよう、一生全部問題解いてみるぞ、例えばこれ、ね、時間管理の本を読んでみようみたいな、これみすず先生の本です。はい、ご紹介ありがとうございます。はい、丸ごと読もう、時間がある限り、なんなら全部読もうぐらいの高い目標を課してしまって、そうしますとご飯を食べた後の体だと眠い、疲れた、全部は無理、確かみたいな、ね、特に専門書とかだとね、なかなか読むの難しかったりしますよね。中には英語の論文を読もうなんて方がいらっしゃって、寝ますね、寝ますよね。じゃあそういった時はどうしたらいいですか？はい、ちょろい一歩目を作ってくださいっていう風にお伝えしてます。はい、ちょろい一歩目を作る、ちょろい一歩目、これがですね、自分のこととなると私たちって目標ってどんなにちょろいって言っても高く設定しちゃうんですね。なので、まあちょろい一歩目だと、例えばこの本読みたいだったら、この本を膝の上に置いてみようかとか、とりあえず1ページ読んだ後のご褒美を用意しようかな、とりあえずコーヒー入れてみようかな、ありましたね、コーヒーがね、コーヒー入れる、これがちょろい第一歩目かなとか、まあ、それぐらいで結構なんです。なるほど。もうちょっと別バージョンでいくと、大掃除やらなきゃ、あれしなきゃ、これしなきゃ、大掃除のやり方飽き飽きしますね、やり方は知ってるけど、なんだけど新しい大掃除のやり方を YouTube で検索する、なんなら布団の中でスマホ片手でもできるわけですよね。そういうちょろいのを一歩目にやってます。そうですね、膨大なゴールが、ね、あると思うので、いきなり全部をやろうとするとやらなきゃいけないことが想像できすぎてちょっと心折れちゃうみたいな感じですね。そう、これ心理学でかっこよく言うとスモールステップって言われるものですね。平介さんもここは認知科学の分野でも同じことをされてると思うんですけど、スモールステップに分けよう、ちょろ一歩を踏み出そうっていうのが一つ目のコツです。はい、もう一つが、本を読むぐらいだったら1日ぐらいあれば全然皆さんできることなんですけど、そうです、ね、休みの日とかだったらね、いきますね。そうですね、もっと3、4ヶ月、いや1年数年ばかりに大きなプロジェクトをやる時間がありませんって方も結構意識が高い方多いんですね。はい、例えば論文を書きたいですみたいな相談が私のところは結構多いんですけど、そうじゃなくても、例えば雑誌の編集とかされてたり、本の編集に携わられてる方って、大体一時期に 4、5本プロジェクトを抱えてらっしゃって、それが年単位で動いてる。ってなると仕事とはうんざりして、なかなかまとまった時間が取れませんっていう悩みが多いです。こういう時も実は原理は一緒で、小分けにします。ものすごい極限まで細分化します。例えば私、本を今まで40冊書いてるんですけど、書く時の手順は毎回決めていて、パワーポイントでまず目次案を作る、で目次だけじゃなくて、その説っていうんですかね、一章にこんなこと書いて、6コマぐらいあるとか、
みたいな ね、はい、こういうこう詳しいとこ、はい、こういうとこですね、はい、いきなりタスクをバーってやるっていうよりかは全体のタスク項目みたいなのをバーって書いてから、その項目だけ書くんだったらそんなに時間もかからないから、かからないし、スモールステップみたいなイメージですかね。でその項目案を編集者の方に送って、うんうん、先にこれでいいかって大まかに確認しておくと、はいはい、向こうも安心ですし全体像がつかめてブレずに書いていけるってことができますよね。仕事で置き換えるといきなり名前のタスクやるというよりかは全体像を把握すると、うんうん、さっきのお掃除だったらいきなりお掃除をこれやってこれやってって行き当たりばったりやるよりかは全体像をちゃんとバーって一回整理した方がいいみたいな。そうですそうです、うんうん、そうするとタスクは全体が OK が出てれば細かく細かく切ってってもそんなにブレないってことになりますね、はい、パーツがブレない、うんうん、大筋が通ってるから、ねはい、10分刻みまで刻んでいただくと、はいはい、どんな忙しい人でも例えばレストランに行きました、メニューを広げてご飯を注文して、うん、出てくるまでの10分の間にあのタスクできるみたいな、すごいレストランの時間でもやるわけですよね。ね、10分は大きいです。確かに出てくるまでそれぐらいねありますよね、はい、そうなるとバスにちょっと乗ってる間、うんうん、バス待ってる間、うんうん、結構バス遅れますしね。あと通勤の時とか通勤の時、今日平介さんと待ち合わせした時も、うんうん、あえて30分早めにカフェに乗り込んで、うん、そこでちょっと隙間時間でやってみたいな、そういう隙間時間をうまく活用するためにも小分けにするっていう、はい、なるほど確かに確かに、うん、隙間時間を活用したらいいなと僕もね確かに日々思っているんですけど、うん、小分けにできてないですね。10分の小分け袋をたくさん作るみたいなイメージで、そうしたらそれがちょこ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 やっていけば結果的にたくさんのことができるみたいな。そうですそうですそうです。これがね30分だとねないんですよ。30分の隙間時間はない、ちょっと重い感じになりますね。そうそうそうスモールじゃないですね。よいしょよいしょってなるんですよ。10分だったら私結構よくやるのがお風呂がチロリロリンって沸くのが早いのか、私のこの10分の仕事が早いのか、はい、用意度みたいな。面白いですね。なんかそういう意味で言うと、うん、隙間時間を見つけてやるっていうよりかは日常に散らばっている隙間時間が今空白になっているので、うん、小分け袋を用意してくることによって、そうあじゃあこの時にこれ入れよう、この時にこれ入れようっていう感じで今までと同じスタイルで時間管理というよりかタスクがいろいろ進んでいくっていう結果になるみたいな。そうですそんなイメージですかね。そう思うと私結構電子レンジでチンするパスタとか食べるんですけど、あれ5分30秒なんですよ、うん、どっちが早いかな、なるほどなるほど、みたいな。いや面白いですね、うん、時間管理とかタスク管理って捻出しなきゃと思ってたんですけど、うん、逆にやりたいことを小分けにして生活に散らばっているちょっとした無駄なところに全部差し込んでいくってなると切ることいっぱいありそうです。ありますねありますね、うん、小分けにして外出先でもやるための秘訣はやっぱりスマホの達人になることだなと思っていて、うんはい、スマホからメールも返せるそれぐらいは皆さんされてるかもなんですけど、うん、私は研究で調査をするときに Google フォームとかを結構活用するんですけど、はいはいうんうん、あれもスマホから全部私は作っちゃいます。おすごいですね、はい、なので、まあ、そういうふうにモバイルをいろいろ駆使すれば場所を問わずにできるぞ、ヘスケさんみたいにね、はい、海外でもできるぞみたいな。確かにスマホってパソコンが手元にあるようなもんですよね。はい、そんなところですかね。はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は時間管理についてですね、はい、みすず先生に教えていただきました、はい、もっと詳しくね知りたいなとかね、具体的なこういうワークやったらいいなっていうね気になる方とかもっと深めたい方いらっしゃると思いますので、うん、その方ですねこの時間管理ワークブックというのがですね中島みすず先生の本としてですね出ておりますので、はい、ぜひぜひ概要欄の方にね貼っておきますのでチェックしていただければと思います、はい、ということで今日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。